検証 TV。 マキチの Yes or Hi。 悪い子も真似しないでください。はいはい、中井のサービスエリアにやってまいりました。どうでしょう、ちょっとだんだんこうね、紅葉もしできちゃってね、いい感じだと思いますけど、ただ残念なことに富士山がここは見えないんですよね。スーパームーン、スーパームーン、そう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 、今ね日本に、あ、ちょっと月見える、しかもありあり、映して俺じゃなくて、はい、この空回り感が、ですね、今ちょっとクマさんはトイレに行っているので少し場を繋いだいと思うんですけど、スーパームーンの真似してる、そう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 、そんなに体が柔らかくないっていうね、残念なお知らせなんですけど、お知らせつな、なんて、そう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 、はい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 、もうそろそろ限界かな。そうそう、限界。何食べんのここで。そうですね、ここはやばい、ブラジリアン生ソーセージ。これちょっとやばくないですか。何がすげえかって、最後のあの締めがイッサ、いつな、イッサ、ダパンプの、そうそうそう、うん、なーんばーこの振りじゃなかった、こっちだった、振り間違えちゃったっていうね、はい、ちょっとお店の中行きますか。そうですね、めっちゃ見られる、ダパンプのすいません。食べんの、もう食べんの。いやー、そうですね、ここで何が一番おすすめか聞いて。一番おすすめって何か、やっぱそれ、これですよね。ブラジリアン生ソーセージだそうです。ブラジリアン。あ、この辺も、この辺も、そうそうそう、牛串ある。もう、そうですね、牛串ね、まあ、エビラでガッツリ。これなんて読むんですかね、これ。俺が読む、煮汁尽くし、三種尽くし、煮汁尽くし、なんて読む。三重節だ。三重節にかけてる。あ、頭いい。けど牛串はいけません。お先食べたばっかりなんで、エビだね、食ったばかりなんで。でですね、まあまあ、これどれくらいの大きさなんですか。等身大、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 これ等身大ってなかなかな。まあまあ、まあまあお腹いっぱいになる。まあまあお腹いっぱいになるやつですよね、これ。ちょうどいいです。いやー、10人いくと思いますけどね、はみ出ますね。でも今ね、残念なことにこれしかないらしいんですよ。うん、そうなんですか。いや、そんながっつりは言わない。ああ、シューマイ。 あっちかもしんない。ああ。まあその絵もいいけどな。加える絵が欲しいっす。あ、じゃあ、トントロブランク。あ、いいですね。さっきのチンポシになりそう。そう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 。お前が一番好きだよ。いや、だってそこは取れ高必要でしょう。うちらのグッダグダの下りをね、帳消しにしてくれる視聴率稼ぎなんですから、そこは。あ、そうだね。うん、必要ですよ。じゃあ、トントロブランクでいいんじゃないですか。どうぞ、ましょうか、どうぞ。まあ、クマさんと、クマさん絶対そばとかに逃げようとするからな。鶏唐揚げ定食とかにしよっかな。そう、勝負に出ないと、そろそろ。そうですよね。レバニラ、あ、噛み切れないところでレバニラ定食いますか。あいつ野菜系の方が苦手だから。あ、そうなんだ。噛めないじゃん。じゃあレバニラ定食にしましょうか。さあ、お待たせしました。レバニラ定食対決。レバニラ定食。俺とクマさんがレバニラ定食で、うん、で二人がトントロフランス。なるほど。まあ、はい、喜んで。でもこれはチーム戦なんで。うん。多分必要があればです。なるほど、わかりました。さすがに上にトントロフランクは残さないよね。大丈夫ですよね。うん。うん。俺クレミア食べようかな。もう食べちゃうんですか。まあ、じゃあもうちょっと我慢するよ。大丈夫ですよ、まだあるから。あ、ほんと、うん、じゃあまだいいや。よし、じゃあレバニラ定食いただきましょう。はい、頼みましょう。お出かけ日和だよ、ね、うん。
なんか見る限りあと2つあったね、こういうポイント。ボリューミまずは行きます。まずはそっちは何を食べるんですか、それ。トントロフランク。え？トントロフランク。あー、もっと声張ってね。そうだね、そうだね、声張らないとね。うん、じゃあ、よーい、スタート。いただきます。え？すごい、すごい。あ、そっち食べ終わったあと。なんでルール分かってるんだよ。リレー制ね、また。しば漬け俺食べれない。じゃあ、一緒に除外ということですよね。いやいやいや、食えないものは口に入れない。あ、いいよ。クマハンは？あ、違う、共通として入れちゃうとあれだから、ね、イーブンなんだけど。え？あ、チームプレーってことね。どう？味はどうなの？早っ！頑張る。うん。いきます。うおー。いきます。あ、そっか。待って待ってって言うの。あ、そっか、そっちか。あ、そういうことね。はいはい、リゼクトだ。つまり自分のものを食べてから足すってことね。おや、まる、はい。あ、カナのいい絵いただいてますよ。さっきの模範解答何でしたっけ。ペギニースだっけ、なんだっけ。それ犬だよね。あ、そうそう。あ、終わった。はい、2番手翔太。あ、いや、ごゆっくり。暑いの、これ。本当に暑い、本当に暑いの。うん、俺の心の暑さ。あ、冷たさ、ね、冷たいじゃん。リアルなこと言わない。そんなに燃えてない。あれ、食欲ないですか。まだ、あ、まだね。あ、相棒が。何を。早く食べないとまずいぜ。暑いですよ。おティーン、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 おティーンをいただいてる、おティーン。顎が。顎が。顎が。おティーン、おティーン、おティーン食べ過ぎた。顎が痛くなるぐらいのやつ。顎が痛くなるぐらいのやつ。もう。あっ、熱い。食べ終わったら教えてください。あっ、教えなくてもいい。もう、せっちゃい、せっちゃい。味噌汁。こっち側だとちょっとね、はい、お、じゃあいただきます。ちょっとプロか。2回戦目はこっちから取った方がいい。熱そう、ほんとに。そう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 。翔太自ら選んだ丼物で負けんなよ。お水で冷ますよ。お水で。あ、行きますよ。おもつなっつってんの。こぼしたやつ全部食べろよ。食べて。これは熱いが。メガネ曇ってるもんね。美味しいですか、熊さん。うんうん、まあ熊さん、ちょうだいこれ。俺だ。あ、でもちょうだい。どっちでもいいわってやつ。一瞬はってなったけど。うん、うん、もらっちゃおう。どうぞ。もういつも俺が買ったやつ、初開けをお前とか多いよね。開けといてあげてよ。空気に触れさせてんじゃねえよ。今日ちょっと遅いんじゃない。暑いのに弱いな。冷ます作戦なんですよね。ただね、もう圧倒的にスピードがね、ここから圧倒的な追い込みが入るんですよ。翔太まだ余裕だもんな。すげえ熱くんだよ、本当。何？熱い。熱いのなんてお手のもんじゃないか、お前。
暑いの得意って言ってませんでしたっけ、うん、そうね溶岩ぐらいだったら週一で食べるって言ってたよね何物なんですか人どうでしたっけ早く食べて。あの、卵焼き定食も。今面白いこと言って。朝のハムエッグ定食。やべえ、面白かった。面白かったから。もう一回言ってマイナス1ポイントやったムカつくからちょっと笑っちゃったからさうんお前が面白いなんて許せないまさの嫉妬じゃない言ってあげるよって言ったのに言ってあげるあ、それこれ流し込むのなんかちょっと切ないんでちゃんと味わって食べたまあ、余裕超えてたら、すぐ行きますよ、ね、今いきなり丼ごと伸び出すからね了解、うん、ちょっと汁鼻いった最悪やこんな余裕の勝負で鼻にいってしまったおかしいダメだ聴覚的にもやらず視覚的にもやらず周りを見ちゃダメだおかしいなお水で流し込んだ方がいいですよお水で飲まないとクマさご飯の配分下手くそじゃない飲んだくなかご飯の方がめっちゃ多くないいやご飯が多いこれご飯がすんげえ多いどうなの嫌なの嫌だね嫌だねあ、嫌だ、確かに嫌なのそれノートですねノーっていうノーって言っちゃったってことなの、ね、いや、嫌じゃないですよ嫌じゃないえ、じゃあもうちょっと米足すはいはいって言えばいいと思ってるからいや、本当にやるからね、それそのうちそのうち、佐藤のご飯買ってくるよあ、飲ますあ、やっと分かったわん今ようやく分かったいやさっきちょっと不穏な匂いしたのしば漬けかなと思ったの早く食べろよいいから何入れたのえ何も入れてないっすよ水だよ水何これえあ入れたうん入っている本当飲んでみりゃ分かるどうぞ正解は唐辛子かい違った醤油違うよー嘘え、なんで重油重すぎるはいごちそうさまでしたこちらですおーさすがーすいませんなんか、肉が640円はいこれ1400円足すと2040円もう早い2040ポイント獲得しましたはい、クマ次行くから早くして早くこれ食べきらないと負けてもちょっと1個ちょうだいよというか、水を変えていいですかダメ飲み切ってからねいや、これ無理だよ何かもついてるダメなの何かもついてるえ何かもついてる俺知らねえし、やってないし何言うたこの辺にあるこの辺にありますこしょうかえ違う醤油の味しないんだけど醤油醤油余裕勝ちでしたなさすが丼物こっからっすまだまだいけます水は全部飲み干してからおかわりかるですよもう飲まないはい、じゃあ飲むなよ今日はもう今日は今日はもう水分気にしねえ今ノーって言った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 かって聞いてんだよ俺はよこれずるいよでもなんか足引っ張るのでもスピードに関係ないでしょあるあるあるえお前それ普通の水だったら今の翔太に勝てたと思ういやそうじゃなくて今後やめてって話ですよ
わかりました。え、ノーってこと？その水はノーってこと？この水はイエス。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 わかりました。今後もやらさせていただきます。でも一杯目気づいてなかったもんね。普通の水だったでしょ、最初一杯目はね、で、だんだん後半に行って味が濃くなってきます。いいね、やっと勝負になってきましたね。すいません、考えなくて。まだお腹いっぱいじゃないよ。全然。すげー。ガーサスだな。お腹減っちゃったな。ただこんなにもったない食べ方するのは嫌だな。ご飯を愛する者としてはもったいなくないよ。ちゃんとお前のうんこになってくれっから。それがもったないですよ。ちゃんと固形してて。そっちの話。そっちの話か。どうしたの今。苦しいの？苦しい。え？苦しい。あー食べた。さすがでした。いや、お前はまだ食べてないよ。ん？お前はまだ食べてない。あー、今は口に入ってるからね。そういうことじゃない。まだまだいけるってこと。あー、食った。これは多かったわ。ありがとう。書かせてくれてありがとう。あー気持ち悪い。さすがゲームを面白くするね。さすがですね。ごちそうさんです。よし、一服していきますか。はい。さあ出かけよう、今すぐ準備はできたかい？足取りは軽くなる。あれも空好き、ワクワクが止まらない。こんなもんじゃ終われない。あなたの旅立ちを妄想ない。